シェミア島、シェミア島北岸図中5の島がシェミア島、シェミア島とはアメリカ合衆国アラスカ州アリューシャン列島ニア諸島に位置する島である。アッツ島にあったアメリカ沿岸警備隊のロラン基地が閉鎖されて以来ニア諸島における唯一の有人島である。1762年、ナンパの末に漂着したロシア船の乗組員が発見した。 島内には九百四十三年に建設されたアメリカ空軍の基地があり、全長三キロメートルの滑走路や大型レーダーが備え付けられ、r c 百三十五偵察機が配備されていた。冷戦時代、ソビエト連邦から飛来する大陸間弾道ミサイルと島にほど近いカムチャツカ半島を監視するため九百六十年代には、およそ1五百人の将兵が駐留し、 ソ連軍の通信を傍受するため、ロシア語に官能な士官が常時在勤していたという。ノースウェスト航空が1947年に、カナダ太平洋航空が1949年に、ダグラス DC-4 で初めて太平洋横断線を就航させたとき、アンカレッジと東京の中間点として、当地の滑走路を使用していたことがあった。千二十一年一月一日早朝に、 924ヘクトパスカルまで発達したアリューシャン低気圧の中心に近い東島で925.2ヘクトパスカル風速秒速37メートルを記録した。ありがとうございます。